ね、何か持ち上げてみて。We got this, Spider-Man. Thanks anyway. ローズベールのエージェント、こちら本部、状況は？本部、屋上の拠点が襲撃を受けています。ユリ、気になってたんだけど、セーブルは僕たちの中、どう思ってるの？大歓迎ってとこ。そんなに？私があなたに情報を流してるって奴らに知られたら、間違いなくライカーズどころの話じゃなくなるわね。それはまずいよね。もし連絡立った方がいいなら。クソくらえよ。今は町のために私たちが協力し合わなきゃ。セーブルは無視、いつも通りやりましょう。さすがユリ、怖いもの知らず。当然。持っていかれた。 MJ に警告しないと。メリー・ジェーン・ワトソンです。メッセージをどうぞ。後で折り返します。また何か首突っ込んでるの？デーモンはグランドセントラルで何か探してるって言ってた。でもここに一体何があるんだろう。ピーターに電話して居場所を教えておいた方がいいよね。やっぱり今のなし。家に帰れって言われて PC に鎖で繋がれちゃいそうだし、サクッと調べて後で連絡すればいいよね。オズコープの研究開発チームは、オッパから自動充電する画期的な新形態の電池開発に小さな切り傷から重装まで、このオズコープの特許ナノテクノロジーがあれば、すっごい速度が従来の1000倍もの速さに。コストを削減するだけで、オズコープが特許取得した数々のセンサー付きインテリジェント兵器があれば、戦場での予期せぬ事故を 94% も減らすことが可能。へえ。オズボーンが外部の組織を雇うらしい。しかも全部自腹で。これこそリーダーシップって。革新的医療救助ドローン、何とかしてくれた。これが永遠に見つかった場所でも即座に救急支援を提供できる。駅構内には低料金で利用できるロッカーが設置されています。小さな切り口から重装まで。カスタマーサービスまでお問い合わせください。オズコープが開発した革新的医療救助ドローン、小さな切り傷から重装まで。このオズコープの外装は初期があれば、これはどういう写真撮るぜ。まあ、何も作らないで。数年前まで光学迷彩は SF 映画でのみ実現可能なものでした。ですが、オズコープの磁気共鳴アレイがあれば、いつでもそういうのの実現も不可能ではありません。いいな。オズコープの技術で非一日の進化する我々の世界を、その上でも確かめてください。すっごい。このガイア微生物散布装置が大気中に特別に生み出された微生物を散布し、その結果私たちを取り囲む海や川に有史以来の美しさが蘇ったのです。リーさん。黙って言う通りにしろ。少しでも騒げば死人が出るぞ。おまわりさん、助けて。の事務所です。オズボーン市長につないでくれ。どちら様です？探している男だと。望みは？30分以内にグランドセントラル駅に来い。一人でだ。
死人は出したくないだろ。急いで。これでも急いでる。駅で何してるの？それは後で。それよりリーがデビルズブレスを使うつもりみたい。今すぐ逃げて。ノーマン・オズボーンがここに来るまで使わないはず。待って、これも全て計画のうちだよ。ノーマンにデビルズブレスを使わせて責任を押し付けるつもりなんだ。それってちょっと病的だけど、あり得るかも。よし、着いた。ターミナルに向かうよ。中はどんな様子なの？あなたが来るのは想定内ってとこ。ドローンに巡回させてる。大丈夫、今通気口にいる。安全そうな出口はある。あなたのお金が狙いってわけじゃないの？南西の角。 OK。近づけばドローンに見つかる。あそこにあるタブレット見える？ドローンを制御してるの。盗めそう？ええ、あいつらの気をそらして。いい、撃たれないでよ。いいよ、合図して。オッケー、いいよ、行くよ。你们想耍我吗？私は記者なの。オズボーン市長にもコネがあるから、ここに来るようにお願いできる。時間通りに。何？まずは彼を話して。李先生、这记者说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。行け。見つかったらまずい。やばい、ドローンが隠れて。まだタブレット持ってる？うん、急ぐんだ。オーケー、任せて。ほら、早く。あともうちょっと。やった。お疲れ様。じゃあ脱出しよう。でもデビルズブレスは。僕が行くよ。ダメ、パートナーじゃなかった。喧嘩してる場合。私たちが何とかしないとみんな死ぬの。君もね、そんなことはさせない。ダメ、自分で首突っ込んだし、自分で何とかする。自分で首突っ込んだって？嫌な予感、敵が多すぎる。だったら倒してみるとか、こっそりね。まだ近すぎる。
あれじゃまだ見えちゃいそう。遠くに連れてかないと。うまくいった。倒して。倒して。あいつらを引き離してみて。なんとか引き離してみる。やって。MJ、リーがいるって知ってたの？そういうわけじゃん。でもさっき何かありそうかなとは思ってたけど、これは予想外。なんで言わなかったの？パートナーのはずだろ。パートナーは信頼し合うものでしょ。分かってる、信頼してるよ。家で PC とにらめっこしてる時はでしょ。じゃなくてさ。もういい、今は街を守るんじゃなかった？チャンス。あいつらを引き離してみて。なんとか引き離してみる。得去确认一下，肯定不是我的幻觉。チャンス。倒して。知ってたの？そういうわけじゃん。でもさっき何かありそうかなとは思ってたけど、これは予想外。なんで言わなかったの？パートナーのはずだろ。パートナーは信頼し合うものでしょ。分かってる、信頼してるよ。家で PC とにらめっこしてる時はでしょ。じゃなくてさ。もういい、今は街を守るんじゃなかった？什么都找不到。倒して。
ャンス。倒して。检查通讯，五号单位。啊？五号没反应，附近的单位去看看。我去看看。放松吧，没发现。倒して。やって。在哪里？他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。見つかったらまずい。OK。无人机还戒备着吗？控制机在手上，不过我们也不找到他。如果他逃掉了？不，他没跑掉，应该在这附近。不过这地方太大了。别让他逃。やって。タイマーを。チャンスだよ。やつらをお願い。デビルズブレスは任せて。本当に平気？まさか。だから、OK。青いワイヤーはバッテリーにつながってる。黄色いワイヤーはファンに。赤いのにはびっくりマークが書いてある。OK。まずはバッテリーからワイヤーを抜いてみて。ワイヤーの反対の端っこを見つけて、そこから抜いて。よし、バッテリーからワイヤーを外して。バッテリーのワイヤーを切断。4つのワイヤーがある。青が2本と黄色と赤1本ずつ。ワイヤーの付け根を見つけて。機能ごとにワイヤーの色が違うはずだから。あ、OK。 青いワイヤーはバッテリーにつながってる。黄色いワイヤーはファンに。赤いのにはびっくりマークが書いてある。 OK。 まずはバッテリーからワイヤーを抜いてみて。ワイヤーの反対の端っこを見つけて、そこから抜いて。よし、バッテリーからワイヤーを外して。OK、一つ目抜いた。今度は二つ目。もう片方のバッテリーのワイヤー。ちょっと、タイマーが30秒に減ったんだけど。赤い色がやられてるんだ。次なんだっけ、ファン。その後最後のワイヤー、急がないと。それじゃ、次は赤いの。やった。やったね、すごいな。うん。さてと、みんなを逃がさないと。ほら、スパイディの出番。いい？よし、敵倒しとく。お願いだからこっそりね。オッケー。注意していかないと人質が危ない。
おねんねしてな。よし、エンジェ、今行って。了解。みんな、ついてきて。一个名字的，拿下了蜘蛛侠。MJ、脱出できた？うん、みんな無事。よかった。ねえ、ピーター。何？そっちが片付いたらミーティングね。ああ、そうだね。でもまずは、リーを見つけて、ぶっ飛ばしてきて。MJ を敵に回すなんてかわいそう。待った、僕はまだ敵じゃないよね。ニューヨークで一番でっかい地下空間があるんだよ。びっくりした。しかもブルックリンブリッジ半分入っちゃうレベル。そんなのがこの下にあるなんて思わないでしょ。この街に来たらこれくらい知っとかなきゃ。うんちくならまだまだたくさんあるけどさ、あんたたちのイカれたボスからこの街を守んなきゃ。また今度ね。リーは列車で逃げるつもりなんだ。逃がしてたまるか。駅のホームに入れる。きっとリーがいるはず。看好出口。不得为李先生拖延时间。别让蜘蛛侠闯过你。Huh.
剑生剑意得道神掌。なんであんなことをしたんだ。借りを返しているだけだ。今は距離を取った方がいい。ブレーキなし？全然余裕。この前はうまくいったのに。ユリ、1番街と42番街って工事中。あと1ヶ月は道路封鎖よ。なぜ？
積み荷をラボに運べ。行くぞ。メリー・ジェイ・ワトソンです。メッセージをどうぞ。後で折り返します。あ、ねえ、僕だよ。話したくなったら言って。メールだって会話だろ。ちょっと待った、そっちの終わりじゃないってば。頼むから家って言って。はそっか、よかった。全然良くない。考えるって何を。やっと気づいた。最悪。やったわね。 D はラフト行き、デビルズブレスはセーブルが保管してる。気分は？そうだな、これから飲みに行く？無理よ、あなたが暴れると書類仕事が増えるの。でもこれだけは言っとく。お疲れ様。ありがとう、その言葉待ってた。リーの相手してたせいで街はほったらかし。親愛なる隣人に戻らないとね。全部隊へ、仮面の集団から発砲を受けています。ウエストビレッジで事件発生中。